泣いてる。クカイキンがですか？うん、今なら私の声に答えてくれるかも。何時天震わせる星の器クカイキン。なんか変な音したぞ今。我を呼び起こせしは誰？魔奏者ニオン。何時クカイキンの真なる使い手にならんとその魂を呼び起こした。何時魔力は自分と我が力を何故に覗くか。膨大な魔力を有しながらさらなる力を演奏するのは何故か。たがなために我をさらなかった。私を守りたい。私の演奏を必要とする人々を守りたい。私の大好きな人を守りたい。それゆえ魔奏者ニオンは何時天聖機クカイキンの力を望む。その前日に偽りはない。全てに置きながら己をさらけ出そうとはなかなかいいか。ならば何時魔奏者ニオンよ、我が奏者にふさわしいか、その腕試させてもらうぞ。さあそのことつまみがよい。我に何時の旋律を聞かせてみよう。私に合わせて引いても違和感があるでしょう。この線に動くと、ほらこれはね。一緒に演奏しよう。聞いてくれ。ほら聞いてくれ。うるさいね。
何か力を失ったから、そのことにまだ慣れない。そして上が軍師に現れすぎて、わざではなくその精神少々未熟かなようだ。ならば一つ故事を教えよう。かつて耳を失った奏者がいた。絶望にさらされたが、それでも話長い。これからの大事なところで。なあ、それよりニオはお前の使い手としてどうなんだよ。はい、私もそっちが聞きたいです。腕は悪らない。これまでの我が使い手と比べても遜色はないだ。我が使い的ふさわしい。そしてその目的もまた我が力何に生かそう。何時の心少しばかり調律しておこう。我らの戦術がより調和したならば、さらなる調律がかかる。ありがとう、クカイキン。心の耳鳴りが和らいだの。なんだって？ってことは少しだけれど聞こえるようになった。あなたたちの心の旋律、団長の優しい旋律、ルリアの純粋な旋律、キーキーうるさいトカゲの旋律も、なんと。もうまたオイラをトカゲって呼びやがったないいじゃないですか、ニオさんの冗談ですよね。ごめんね、B。まあ、ニオが元気になったなら、オイラはそれでいいけどさ。空一の奏者。